こんばんは、今村悦子です。今日は松原悦子の幸せ系の仕事術、55、隣の芝生は青い殺人事件をお送りしたいと思います。はい、幸せ系は本来自分が幸せであればそれで完結です。もうすでに素晴らしい自分はそこにあるのです。ところがこれが幸せ系の幸せ系たる理由なのですが、さまざまな理由で幸せ系は自分はこのままではいけないのではないかと思ってしまうことがあります。これまでにも書いてきたこともありますが、例えば仕事ができる成功系の人を見て、自分はなんて成果を出せないんだろうと思い悩み、自分を成功系で頑張ろうとさせてしまうことがあります。それから他の素晴らしい幸せの形をうまくできている人を見て、自分はまだまだだ、ああいうふうに素晴らしくなくてはと勘違いしてしまうこともよくあります。さらにはせっかく仕事を始めたのに、今度は仕事をしていない人の幸福な姿を見ることで、やはりあっちの方が自分に合っていたのではないかと思ってしまうこともあります。これらはすべて隣の芝生は青い殺人事件です。幸せ系が幸せな自分を殺してしまうのです。他人に目線を向けるのは幸せ系の特徴です。他人が気になるというよりは、他の人がどのような気持ちで何をやっているのかに悟いということです。このままではいけないと思ってしまうのも、幸せ系の人が今しか持っておらず未来が欠落している気がするからです。本当は今の積み重ねが未来を作るので、そんなことを心配する必要はないのです。自分はわびさびのある日本庭園を持っている、隣の広い敷地に美しい芝がある庭に毛並みの良い犬を放している、それは単純に違いであって優劣ではありません。自分で勝手にやはり時代はモダンであり古風は古いと決めてしまうと、自分らしい良さが失われてしまうのです。幸せ系の人がまず行うべきことは、いつも完璧な自己肯定だけです。ということで、明日は幸せ系維持の人間関係ミステリーをお送りしていきます。松原悦子講演会、千里の道はここから始まる、2016年1月26日火曜日、東京目黒のパーシモンホールで開催します。みんな来てね。はい、ではまた明日。